どうも、ルーでございます。韓国版セブンナイツアップデートが来ております。ちょっと正しく紹介できるかちょっと自信はないんですけど、ちょっと分かる範囲で Google 翻訳を信じてやっていきたいと思います。でまず、8月6日のメンテ今日ですね。で、エラー内容、名誉連動にいくつかのランクが、露出されない現象なので、もらえなかった人がいるってことかな。で、これを直しちゃったんですね。修正完了。16-8領地クリア報酬である、アイテムの受領が獲得できない。これは、クリア報酬であるスペシャル版のピース70個に変更されたと。で修正前は16-8領地では保証受けロックして、報酬した獲得を、別途、支給予定ですと。このエラーはかなり迅速、可能な限り迅速に修正しますと。すいませんということですね。で夏のイベントが盛りだくさん。まず8月6日から8月の、次のアップデートまでかな。そうですね、英雄&ペット確率上昇、これガチャットみたいなやつね。でスペシャルアクセリーの、獲得プラス、細工割引イベント、まあ加工のね、イベントが来ると。これも、次回の更新ま で16領地が追加されたと。でホットタイム延長イベント、韓国にはホットタイムっていうのがあって、時間によってなんだろう、例えばゴールドが多くもらえるとかそういうのがあったりするんですね。それが、12日まで、なぜかこれは12日までです。で、8月8日から10日で装備を強化するっていうイベント、業績ですねが追加で、ゴールド消費8月6日から8月9日で、イベント業績ですね。で16領地を、クリアしましょうっていうのが6日から19日まで、多分難しいんだろうね。で鍵消費、これどうなんだ、鍵消費は減るのかな。これまだ4-1なんだよ。あ、減ってないな。よくわからん。すいません。わかんないっす。忘れずにセナをする。10月13日。これ、まあ、セナっていう、なんて言ったらいいのかな。間違ってたらすいません。レイドみたいな感じですかね。進めれば進めるほど報酬が上がって、時間で報酬がもらえると。ゴールド、これ日本では星の塔のゴールドだったら星だったりとか、あとルビーだったりとかが手に入れます。でこれもこれレベル上げるのすげえ大変なんだよね。強いんですよ。で、日替わりイベント、これこれは10日からなんだね。セナはで日替わりイベント商品、これも、1週間、特化割りが2週、ちょっとねこの辺は僕には縁がないです。この
イベント商品って多分買うやつだろうね。ハッスル累計決算保証イベント、これはあれかな、ルビーを使った回数で個数でもらえるのかな。トロピカルコスチューム認証イベント、これが、5日間、これ衣装変えるってことかな。多分そうだね、衣装を変えるってことですね。6万ウォンです。だから6000円ぐらい高っ8月にアヌスの音盤探訪、ちょっとこれわかんないや。勇者様に最初の目に見える英雄はわかんない。コミュニティ業績合成しよう、8月1日から8月7日。これ合成するとどうなんだ。合成できる素材はあるんで、8月1日から8月7日、明日までじゃん。特に何もなかったっす。なんかあったのかな。強化石ダンジョンオープン。強化石ダンジョン、あ、あるある。来てた来てた。あれどれだっけな。終わっちゃった？もしかして。ああ、終わっちゃってるわ。終わっちゃってるわ。あったんだけどね。スキルオプション専用装備のパッケージ。英雄召喚ボーナス。宝石召喚ボーナス。ペット召喚ボーナス。召喚のところに、ボーナスポイントが追加されているってこと、これかな？で、これ、機器っていうのは装備ですね。魂の部分召喚ボーナス。魂って、あ、できるね。これ、魂だ。まあ、魂っていうのは何か説明するためにちょっとガチャしときますね。こうやって、まあ、SP と一般キャラで分かれて出てくるんですけど、ね、これ何に使うかっていうと、これも強化素材なんですよ。例えばこれ、まあ、エリス、これで持ってるポイントと左が持ってるポイントで右が必要なポイントで、これで能力がレベルが上がるとさらに能力が上がるっていう、そういう仕組みになってます。いろいろ能力アップの仕組みがあります。おそらく日本にも来るでしょう。なんだろう、手に入る魂っていうのは、まあ、ランダムだったり、まあ、だんだん狙っていけると思うんですよ。俺デロンズがレベル28で攻撃力21000、これ神話覚醒の武器なんですけど、1900なんですよ。でそれで2万なんで、4000上がってて2万だから1万7000。俺エリシアをめっちゃ上げてて、エリシアどっちの上、これだ。あ、まだ上げられる。はい、1個しか上げられないってことか。でエリシアでも神話覚醒してないエリシアでもここまで強くできるっていう、これすごくないですか。自分の好きなキャラを強化して、
楽しんでいけるっていうこのシステムに俺は感動しました。はい。で、アクセサリー召喚ボーナス、セナの、月出席版、これなんだ、ログインボーナスってことか。で、ジューダス最初確定、これね、ジューダス1体もらえましたね。ジューダスの魂の記憶のアイテムが追加されたと。それは何かというとこれですね。これ記憶ダンジョンっていう、本当やってみたいんですけど時間かかっちゃうからね。このスルトの時に実装されたからまだこのメンバーしかいないっていうことだと思います。はい、これが今回のアップデート内容になるのかな。ちょっとまあ僕カンセナは初心者なんで、上級者の、ニコさんだったりとかうどんさんだったりとかに教えてもらいながらやってる状態なんで、うどんさん、ニコさん、フォローお願いしますというわけで、これでね、ここでも魂もらえるんですよ。1個やってみますか。よいしょ。よっ。ちょっと DVD の装備がしっかり用意できてないんで、本当は DVD からやった方がいいと思うんですけどね。タイプチャラ、チャラ。韓国ではユリは DVD キャラです。ダメージ与えられる。日本にも来るかな、アップデートで。ここでクリアします。いつも通り経験値とかもらえます。ゴールドもらえます。で、これこれで見づらいなアメリアの魂をもらえたっていう感じですね。こんな感じでもらえていくと。これはセザールと、ベリカかなっていう感じですね。はい。あと日本にもこの接続時間でアイテムもらえるやつ欲しいなっていうのを思ってますね。結構接続時間それで増えると思うんで、俺は。はい。あとはね、面白いのが鍵がすごい重要だから、メルケルあるじゃないですか。これ鍵が SS なんですよ。出るかな。出ないかな。フィーチェルいらん。出ないか。鍵が SS で1500個なんですよ。出ないか。今度出た時スクショしておきます。はい。で、この上のやつ集まると
ボーナスがあります。ショップどこ行ったっけ。名誉でもらえるんでね、結構美味しいですよ。はい、というわけでね、韓国版セブンナイツのアップデート情報をお送りいたしました。ツッコミどころたくさんだと思いますので、ぜひツッコミお待ちしております。はい、でこれを機会にね、あの韓国版セブンナイツちょっとやってみようかなって思ってくれる人がいたらすごく嬉しいです。最後にチャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。ルーでした。お疲れ様でした。